辺野古新基地建設の環境保全措置で、気象産業は守れるのか、院内集会と政府交渉を開催したいと思います。皆さん本日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございました。皆さんもご存知の通り、辺野古新基地建設、さまざまな、約束事ですとか、あるいは法律を無視してですね、着々と埋め立てが進められようとしています。でそして7月中旬には土砂投入も、というような報道がなされている状況です。でそうした中、さまざまな希少なサンゴがですね、今、移植もされず、そして保全措置もされないままですね、埋め立てが、強行されているという、そういった状況にございます。でところがこれはその沖縄県の埋め立て承認の時の要件にも反しますし、またそのサンゴの移植というのは沖縄県の、承認が必要なのに、海水が高い状態、サンゴの産卵期にもかかわらずですね、サンゴの移植、あるいは移植しないままの埋め立てが行われようとしているという、そういった危機的な状況です。で、報道にもありますように、大浦湾の地盤、軟弱地盤が、指摘されておりまして、絶対このままでは工事は進まないということが分かりきっているんですが、とにかく、防衛省側は埋め立てを急いで土砂投入をしたという、そういった実績を作ろうとしているのではないでしょうか。で、希少サンゴの問題以外にもですね、海藻の問題とか、その他、環境保全の問題、当初の約束をなしにしてですね、どんどん、進めようとしている大変理不尽な、状況にあります。で今日はですね、こうした気象サンゴ保全をはじめとした環境保全措置に焦点を当てまして、専門家の、大久保奈也先生、そして阿部真理子さんをお迎えいたしまして、院内集会と交渉を行いたいと思っております。で今日の集会交渉の主催はですね、美ら海にもやんばるにも基地はいらない市民の会、国際環境 NGO FOE ジャパン、辺野古高江を守ろう NGO ネットワークの3団体の、主催で行います。私は、FOE ジャパンの三田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、東京経済大学准教授でサンゴの生物学がご専門の大久保先生にお話しいただきたいと思います。お願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。大久保奈美です。すいません。そうなんです、よくナヤちゃんって言われるんですよ。ちゃんのあれでもないですね、奈美です。でですね、今日これいろいろなところで頼まれてちょっと講演してるんですけれども、サンゴの移植は環境保全措置となりうるかという題名で発表します。でですね、最初に言っておきますけれども、環境保全措置にはなり得ません。でなぜなり得ないかということをこれからお話ししていきたいと思います。で、ですね、私ちょっと最初自己紹介ですけれども、サンゴの研究を始めたのは修士からでして、日本で一番初めて大規模な養殖、サンゴの養殖を成功させた大森誠という私の恩師がいるんですけれども、そこの部屋に、最初に入ってですね、その前ちょっと文学部で全然違うことをしてたんですが、離転してですね、でその後よく歌う生物学って歌ってる高校の教科書を全部歌ったりする本川達夫先生っていうんですが、その方の研究室に入って博士を取りまして、でその後東京工業大学で、この時はサンゴではなくてタンパク質とか、X 線の構造解析の部屋でですね、結晶を作ったりして、ちょっとサンゴとは離れてたんですけれども、サンゴの研究もそのまま夏には続けさせてもらっていて、でそのまま、学術振興会っていう文科省 の, 研究文科省ですかね、あれは学術振興会っていうところ の, 特別研究員で、京都大学とオーストラリア国立大学に留学しておりまして、でその間に慶応義塾大学の助手に決まりまして帰ってきて、でその後、パーマネントで今の大学、とてもいい大学なんですけれども、東京経済大学というところで、専任講師として、雇われ今准教授ということです。で今日お話しする移植ですけれども、今私がやっているのは全くではないんですが、別の研究なんですね。でこれからちょっと出てきますけれども、こういう感じの
まあ、あの右側にありますようなあのサンゴの産卵とかですね、あとあの発生といって皆さんがお腹の中にいる時にお父さんの、精子とお母さんの卵で受精して、その後どういうふうに、赤ちゃんまで育っていくかということを、主にやってます。で、まあ、そういったことで、まああのこの次に出てくるところにも紹介が書いてあるんですけれども、こういうのですね。これあの、ちょうど今、産卵時期で私も一番忙しい時期なんですけれども、これ私が撮った、世界で初めて、移植したサンゴの産卵を2000年に観察しています。でよくあの、違う方が世界で初めて世界で初めてって言ってあの宣伝してらっしゃるんですけど、あの申し訳ないんですけど私が初めてですっていうあのもっと何年も前にやってますっていう。でもあの別にそういうことはね、あの自分で言うことではないので一応ここで言っておくだけなんですけれども、で産卵してですね、こういうふうにあの赤ちゃんになりますね。で赤ちゃんになっていって、あの皆さんと同じようにこれ卵活していって、ちょっと人間とこの辺に似てるんですけれども、こうやって卵活していってちっちゃい赤ちゃんになって、でこの子になるってことになります。で、まあ、今はそういう研究なんですけれども、修士と博士の時に、まあ、その大森誠先生の部屋にいましたので、移植の研究してました。これ私です。で、ですね、もう朝昼晩と夜海に潜ってずっとサンゴを移植したりするわけですね。これ私の移植したサンゴですね。これ青サンゴですけれども、で一体いつの時期がサンゴの移植に適しているのかとか、あと移植のサイズですね、あと移植したサンゴの産卵、これは先ほどお見せしたような、いつあの植えたらよくうまく産卵するかとか、そういったことです。で、まあ、このことで今いろいろとちょっとあの、その移植に関してわからない研究者たちがいろいろそのサンゴについてあの委員になっていたりするので、これは良くないということで私がいろいろなところで意見を言っているわけですね。でまあ、実際サンゴ移植したりするときはこうやって、まあ、あのちょっとサンゴの上に乗っちゃってますけど、これ移植するやつですけども、こうやっていろいろサイズを測ったりなんかしてやってました。で、あまりにちょっとあの最近問題が多くてですね、環境保全措置といって開発の免罪符にされてしまうことが多いんですね、サンゴの移植というのは。で、ということで、去年の世界の12月号に岩波書店 の、 あの世界の12月号ですねに、書かせていただいたのが、このサンゴの移植は環境保全措置となり得ない自然再生に隠された研究者と行政の責任です。で、研究者っていうのは研究者にしか批判できないと思います。でなぜならやっぱり専門的な用語を使ってくるし専門的な知見が必要なので、研究者に対しては研究者が批判すべきであると私は考えています。で今までそういったことがそのないがしろにされてしまったがために、まあ、皆さんよくご存知 の、 その731部隊もそうですけれども、研究者の責任というのは問われてこなかったですよね。でそうではなくて、きちんと研究者がそういった、まあ、世に対してじゃないですけども生き物に対して悪いことをしたときに、やっぱりその研究者が責任を取らなければいけないというふうに私は思います。ですから、こういうふうにいろいろなところで新聞とかもそうですけれども、まあ、世界に書いたり、あとは、まあ、国立科学博物館の雑誌に頼まれた時は必ずこういったことも書くようにして、なるべく少しずつ広めていきます。でなぜ今日お話しするのは、あの移植サンゴが保全困難であると、これ琉球新報の滝本さんがあのまとめてくださっていて、で、まあ、滝本さんのすばらしいあの絵も後でお見せしますけれども、滝本さんとそのイラストレーターが書いてですね、移植したサンゴは、死亡します、長期的に見て。なので、移植したからといってサンゴがまず守れるわけではないということをまず、皆さんにご説明します。で、今までですねサンゴの移植というのは、まあ、挿し木で、あのもう本当に挿し木と一緒ですね、植物の方を植えていって増やしましょうとか、あと赤ちゃん、先ほど見せした赤ちゃんから育てていって、であの苗を植えつけるとかですね。で、まあ、あと今回の辺野古の問題や那覇空港 の、 あの増設ですね、新しい空港のあの時に利用されたその移設サンゴを別の場所に、ここ埋め立てられてしまうので別の場所に移植しようというふうな、ことですね。で、苗のですね、苗から育ててやる研究というのは、まあ、私の先生がずっとしててですね、で、まあ、いろいろなところに、植えたりしてます。沖ノ鳥島もあのやってますね。で、まあ、今日お話しするのはこれですね、環境保全措置としての移植です。でこれは、ここにもあります通り那覇空港の滑走路増設の時のこれ書類ですね。あとは辺野古浦和の米軍基地建設でも利用されています。でこれなんでこういうふうにあのサンゴの移植というものは環境を保全する
措置であるというふうに見なされてやられてきたのかと。でまず今沖縄県で流行ってますけれども、サンゴの復活を歌った移植ツアーですね。これサンゴの移植ツアーとかっていうふうに検索するとすぐこういうのがいっぱい出てきます。でこの中に私たちの手でもう一度サンゴを復活させよう、沖縄の海への恩返しとかですね、養殖サンゴの移植放流申し込みとあります。で最近ですねちょっと困っているのが修学旅行とかイベントとかふるさと納税にまで出てきてるんですね。で、例えば台風で壊れたようなサンゴをこう固定してあげて植えてあげるっていうのであればとてもいいことで生産率も上がり生き残る確率が上がりますのでいいんですが、わざわざ苗を作ってやるとかそういったことも、やられてます。でそこに入ってくるのが研究者で、この方は、サンゴでも有名な方なんですけれども、西平さんという方で、サンゴの移植活動と環境学習支援ですね。で、移植についていろいろちょっと私文句言い始めた後ぐらいから、環境教育になるという形で、いうふうに主張する研究者が増えてきました。ただですね、環境教育別にサンゴの移植じゃなくてもできますので、サンゴを守りたいと思う気持ちは、サンゴの移植でなくてもできますので、それは別にこれじゃなきゃいけないということはないので、あんまり説得力もないですね。で、気負わず焦らず楽しく続けるとかですね。で、こういったことをしていると。じゃあ、今まで本当にこういういろいろありますけれども、移植の事業ってどれだけ行われてきたかっていうと、これ、八重山環境ネットワークさんという、よくいっぱいちゃんとまとめてくださっている方がいらっしゃるんですね。で、これだけずっとこう、アムウェイもやってますし、ジャムスティックもやってますし、いろいろなところがやっています。環境省もずっとやってきました。で、まだあります。この辺に。ちょっともう見えないぐらい。で、ここもそうですね。サンゴの移植、この方も疑問に思っているのでしょう。で、こういうふうにずっとこう宣伝がされてきたわけですね。で、一番わかりやすい例がですね、失敗例が、このジャムスティックなんです。でジャムスティックはその頭の良い機関ですので、もうこれをやって失敗したので、もう二度とやっていません。ですけれども、これ知念の先にですね、沖縄の、こういうものすごいお城のようなサンゴの移植で作ってお城を建てようみたいな、そういう計画でですね、デザインがすごいんですけど、これデザインをね、ネットでちょっと探せなかったんですが、本当にお城みたいな、ヨーロッパのお城をサンゴで作ろうみたいな、海中に。そういうものだったんですね。で、これ、こういった大きいものですね、こういうものを作ってですね、でここにサンゴをいっぱい移植して、でカルシウムをどんどん沈着させて、で電流を流して、カルシウムを沈着させて、でこれお城を作りましょうみたいな話でしたね。だけどこれ見事にもちろんですけれども失敗して、これも何億円とかじゃないかな、もっといっぱいですかね、皆さんの税金を使って作られて失敗したので撤去されてます、もうすでに。で今環境省がずっとやってきたのはですね、サンゴの研究者が大きく関わってきたこのよくわからないこう着床具というものですね。これ今度辺野古にも、沈めるとかっていう話がありましたけれども、これはですね全くこの赤ちゃんが、先ほどの赤ちゃん出てきましたね、赤ちゃんがつきますよと宣伝して、ひたすら税金を使ったものすごく税金の無駄遣いをした、研究です。で研究でもないんです。もう研究が終わってですね、その後に石西礁湖という大きな、きれいなサンゴの礁、いっぱい入ってるところがあるんですが、そこにたくさんこういうふうに沈めてですね、赤ちゃんがつくのでこれでサンゴを増やしましょうとなったんですけれども、もちろんサンゴは増えていません。でこれ増えないのにもかかわらず、結果が出ないのにもかかわらず、年間何億円も使って、やり続けてきたんですね。これはなぜかというと、これは私の恩師ですが怒ってます。で、怒ってます。こういう、かわいいじゃない、じゃあ今のは消してください、みたいな。素晴らしい、私の、本当お父さんみたいな先生ですけど、堀誠という、有名な人ですけれども、こんなのね、産業養成の着席基盤なんかならないと。で、これ誰がこういうことを始めて、これを続けてきたのかというと、これ最初実名書いたんだそうですが、査読の時に実名だけをやめてくださいと言われたみたいですが、適正証拠自然再生協議会の産後省専門家からなる、産後と産後省専門家ですね、自然再生支援専門委員会、これは全部産後省学会のメンバーです。で、これから日本産後省学会というのが、かなり御用学者が多い学会でですね、私はもう辞めてます、特に。
辞めたんですけれども、あの若い方たちはまあ比較的あれなんですけれども、まあ、昔からいたですね、あの、まあ、役員やってる方々とかかなり問題のある方が多くてですね、その方たちが今もその環境監視と委員会ですね、辺野古の問題の委員もサンゴの専門家として2人入っています。でさらにこの続けてきたのはですね、これも研究者が絡んでますけれども、これは恩師も絡んでるんですが、2012年か2016年、これ産業省保全再生事業として沖縄県の交付金でやってます。もちろんこれ内閣府経由の我々の税金です。で、毎年 1.5 から 2.5 億円ですね。で、総事業費はもう10億円以上使って、今年もやってます。去年もやってます。まだ継続しています。で、その海域で3ヘクタールですね。で、9万本のサンゴを海底植え付けましょうと。で、あと沖縄科学技術大学院大学といって、てこ入れして作った大学院大学がありまして、ものすごいお金が毎年、交付金から落ちてますけれども、でそこの研究者と、まあ、あとは女さんですね、あと他の読谷で、まあ、いろんな方が入ってやっていたと。でしかし、ね、それでですね、このやった時なんですけれども、この宣伝の仕方ですね、これじゃあ先にちょっと結果を見せておきましょう。ほとんど死亡してます。で今ですね、そもそも先ほど3ヘクタールと言いましたが、3ヘクタールって東京ドームよりもちっちゃいんですね。でその大きさに10億円以上のお金をかけてサンゴを9万本、まあ今もうちょっと言ってるかもしれませんが植えて、でじゃあどのぐらいのサンゴ礁が復活したのかと、サンゴ礁って言ったらおかしいですけど、サンゴが再生できたのかと、そんなことは全くありません。できていませんよね。でできてたらこの辺にもうサンゴが、すごいサンゴがたくさん生えてですね、で元のサンゴ礁生態系ができていると思うんですけれども、これ見てください。今度の辺野古で埋め立てられてしまう、まあなくなってしまうサンゴ礁が160ヘクタールですね。でこの間の、まあ何年も前、ずっと前からやってますね、安倍さんもずっと活動してますけれども、合わせ干潟の埋め立て95ヘクタールで、那覇空港の滑走路増設160ヘクタールで、これでですね、移植された人たちも、まあ、大体その緑石っていうメイン のサンゴなんですけれども、もう6、7割か9割死亡してます。で、こちらもそうですけれども、まあ、ここ何年か白化現象って皆様ご存知かもしれませんが、サンゴは白くなっちゃうやつですね。で、それが原因で、まあ、これもほとんど死んでしまったと、9割方死んだところがあります。その後、また今一生懸命また植えてるそうですけれども、まあ、それが長期的に例えば5年後6年後果たして生き残るのかということは誰にも分かりませんが、今までの経験則からすると、あと今までの科学的知見からすると、生き残る生産率というのはかなり低くなるだろうと私は考えています。で、そのちょっと元に戻りますが、でこういうことがあるにもかかわらず、そして、もう死んでしまったというデータは沖縄県のホームページにも出ています。なんですが研究者はこのように宣伝するんですね。養殖サンゴもすくすく成長中、今年23億個の幼生が旅立っていった。それは産みます。赤ちゃん産むのは当たり前のことなんですね。サンゴだったら子供を産まない方がおかしくなります。でこれ23億個の幼生旅立ってもほとんど死にます。これ生物学者の常識です。赤ちゃんだって私たちみたいに手ちゃんと介護して、介護っていうのは、育ててあげないですよね。海にばらまいたままなので赤ちゃんが死ぬのは当たり前のことなんです。ほとんど死にます。でもここに書いてありますけれども、どうやら次世代供給の役割が期待されている。でイベントなどを催しどんどん加勢していると。で地道に地域の全体の海を愛する熱がサンゴ再生を支えていると思うと感動してしまうとかですね。でここの大学の宣伝、恩納村初、世界初、これ世界初でもないです。でここもまずもう最近の研究者の人の問題なんですけれども、やっぱりマスコミの、マスコミに出るっていうことがこうちょっと評価されつつあるこの感じなんですよね。だから余計そのきちんとした、データじゃなくともこういうふうに言ってしまうとかね、そこすごく問題なんですけれども、で DNA 解析で分かる養殖サンゴの未来とか、まあ、これはいいでしょう。ただその OIST と沖縄さっきの大学院大学と
連携して遺伝的な多様性の評価やクローン判定が行われていると。で今年6月には養殖サーモン大規模産卵も科学誌で発表し、これも世界初で高く評価されて、別に高く評価されてません。で私でも分かりますけど高く評価されてません。で私の先ほどの恩師の話ですと、私はその、セッションには行ってないんですが、国際産後諸学会で、まあ、こういうことがあったらしい、いろいろね、いろんな世界の人が今やってるので、流行ってるのでやってるんですけれども、もう会議が頓挫しちゃって、みんなこう討論になりすぎちゃって、まあ、いろいろ批判もありますからね、うまくはいかないですよね、研究者同士でも。で結局のところこれも科学誌で発表しって書いてありますけれども、まあ、写真でこういうのが生みましたっていう写真欄なんですね。だからそういうものを写真欄で論文でもないのにこういうふうに大げさに言ってしまう。でこの大げさに言ってあることについては、先ほど の世界の12月号にきちんと書いてあります。でマスメディアの方々に対しても言ってあります、文句を書いてます。マスメディアがきちんと自分たちで取材をしていれば、こういうことはこういうことをね、インタビューで研究者が言ったとしてもおかしいということが分かるはずですね。だけれども、例えば今まで移植産後産卵しました、移植産後こんなに増えました、こんなに植えました、じゃあその後どうなりましたかということはマスメディアは追っていかないです。だから追わないで、そしていいところだけを宣伝しましてしまうんですね。だから研究者と同じです。でそれで、ね、どういうことが起こるかっていうと、こういうちょっと今なんか肖像権のなんとかあるかなと思って一応隠しといたんですけど一応ね、まあ、出てますけど名前、この方ですね、もうずっとやってて本当にね、あれなんですけれども、まあこれは海の種ティーダカンカンっていう映画があったそうなんですが、あの映画に出られてたそのモデルになった仲良しでいろいろ団体を作ってらっしゃるそうなんですね。でこの方ずっとサンゴの移植を推進しててですね、やらないよりはやった方がいいんですよね、移植したサンゴが産卵してその卵が流れていく、それが定着してどこかで育っているのは確かなことですから、全然確かじゃないんですほとんど死んじゃうのって確かじゃないんです。で、サンゴの養殖と移植をしようと呼びかけて植えているんですが、植えるスピードよりも死んでいってしまうスピードの方がはるかに早く、追いつかないんですよ、だったら植えないでくださいみたいな感じなんです。で、要するに無駄なんです。で、これ先ほど見せましたけれども、これ皆さん一番わかりやすい図ですよね。これよく覚えておいていただきたい。これだけ植えました、十何億円をかけて、でも片方で同じ税金使ってこれだけの面積の産後諸壊してますと、これ行政矛盾をどういうふうに説明するんですかと私は言いたいんです。でこれ何が起こっているかというとですね、要するに、マスメディアもかあれですけれども、サンゴの自然再生事業で起きていることっていうのは、移植しました、で技術発展したり新たな知見ができるっていうのはいいことなんです。それ科学的知見が増える。でだけどもマイナス面ですね、これが小規模であると。でメンテナンスがいります。移植とか挿し木した後必ず手入れしなきゃいけませんよね。同じです。で海の中なのでもっとお金かかります、何枚も。で莫大な費用かかります。でも研究者やマスメディアはここを絶対に宣伝しません。当たり前ですね、ネガティブな面なんで。で現実的には移植による産後死を復活させることは難しいというか不可能です。なのにもかかわらず行政や研究者またマスメディアがプラス面だけ過剰に宣伝してしまいます。で、幻想ができてますね。もう移植により沖縄産後死は復活するとか、結局沖縄から壊されているところ、産後が壊されているというところから目をそらす、そらさせてしまうんですよね。あ、大丈夫なんだ、産後増えちゃうかもしれないねって。でこれがどういうことかというと、また予算獲得につながるわけです。で、これが結局今どういうことになっているかというと、開発の免罪符として辺野古でも使われ、那覇空港でも使われていると、あと合わせ干潟でも使われてですね、こういう結果が起こってますと。で挙句の果てにこれが環境を保全する措置とみなされているということです。で、ちょっと時間がもう限られているのであれですけれども、これ移植産後保全困難で、これあとですね、私のデータというか私の論文を勝手に曲解してですね、防衛省と防衛省の、防衛業部 の環境監視等委員会ですね、まあ、要するに読んでないんですけれども私の論文を、これいろいろ曲解したり誤認したり誤用したりしてます。でそれ朝日新聞の野上さんが、取り上げてくださってますけれども、であとこれこの4月末までにサンゴを移植しなきゃいけないって言ってましたね、防衛局の方が。でこれはまあ阻止できたと。でそれはですね、
あの人たちが私に出した論文を勘違いしてたからなんですね。私のその論文っていうのはこの沖縄県の産後移植マニュアルって言って県が作ったそのマニュアルがあります。移植の産後の移植の。でそれに結構あの引用していただいてるんですけれども、でその移植する時期とかですね、いつ春がいいのかな、夏がいいのかなとか冬がいいかな、そういうのは、私しかやっていないので、まだ世界でなので、私の論文だけがこうやって引用されてるんですね。でそこには水温の高い時期や繁殖の時期を避けるべきとされています。私もこうやって英語の論文で書いてます。ところがですね、この防衛局のとあとその環境監視委員会はこの繁殖の時期というのはですね産卵期と間違えていて、でなんか知らないけどこの産卵期に、移植しなきゃいいんじゃないかっていう、これちょっと細かいのであれですけれども、そういう風になっちゃったんですね。いやいやそうじゃないよと、これ私が言ってることなんであなたたち間違っていますよということで、まあいろいろそういうあの事実関係を沖縄県に提出はしています。でこういうふうにいろいろ記事になりましたね。保全論文協会でこれちゃんと読んで、私の論文をちゃんと読んでこういう産卵期のみとかって言ってるんだったら協会ですね。でそうじゃなくて私の論文までちゃんとして、あの読まずに孫引き、要するに沖縄県のマニュアルだけを読んでやってるんだったら御用ですね。科学者としてあるまじき。で、これね、いろいろあるんですけど、あと1分だっていうので、で、これもそうなんですけど、委員によるさまざまな間違いがあります。で、委員って科学者なんですけども、科学者じゃないと思った方がいいと私は思ってます。大学名とか全く関係ないので、研究者の場合、皆さん間違いやすいのが、大学名で判断すること多いですよね。あ、全然違います。研究者は研究業績で判断してください。出した論文ね。出した論文で考えてください。でこれすごい間違いがあるので、あのまた説明が必要な方は言いますけれども、産後小学会というところからも2名入ってます。でこの学会はなかなか御用学者が多くてですね、先ほどの私の先生が怒っていたところもそうなんですけれども、これもそうですね、今ですね産後は高水温期でも移植していいと、まあ、高水温期というか産卵期でも移植していいよというのをあの環境監視等委員会が問題視しなかったんですね、まあ、案に了承してしまったと。これから移植していいですよと、この時期暑いのに。で暑いと発火しますので、さらにストレスがかかるんですね。だって産卵期とか高水温期、産卵期ってのは臨月ですよ。でそんなね、妊娠して赤ちゃんがお腹にいる時期に引っ越しします？しませんよね。ものすごくストレスですよ。でそういう時期に移そうとか、あと高水温暑い時期に産後がただでさえストレス溜まってる時期に移しちゃう。でこれを、もうこの人たちですね、環境監視等委員会の、こちらですね、この方たちですね、この方たち入ってますか、この方たち、それを、まあ、案に了承していると、こちらとこういうことを言ってます。高水温期をできるだけ避けるということでした。これについてはそういう弱い種類もいますけど、この希少種ですね、絶滅危惧種の浜サンゴに関しては案外夏場でも移植可能ではないかと思います。これ全く科学的ななしです。何にも分かってない。これ自分の恥を晒したと思っています。ここですね、これ前の論文ですけれども、きちんとこの浜サンゴここにあります。でこれちょっとね時間がなくてちゃんとあれ説明できなかった、申し訳ないんです。大丈夫ですか？すいません、重要なところ、あ、ここ重要なんで、じゃあすいませんですね、まあこれ一番新しいやつですね。で移植の時期についてその高水温期をできるだけ避けると、まあいうことだったんですね。それは当たり前のことなんです、サンゴの移植では。でも緑石のように購入は種類についてはそうですけど、ここ絶滅危惧種である浜サンゴに関しては案外夏場でも移植可能ではないかと思います。これ浜サンゴっていうのは絶滅危惧種も入っています。そうじゃない浜サンゴも入っています。で夏に移植することが問題ない種類がいるかどうかについて情報収集しろというふうに考えています。これ全く、科学的根拠ありません。でなぜないかというとですね、まあ、まず私の出した論文からですね、こっち、これですけれども、ここには、もう移植した後、高水温に当たると発火します。これ私、海に潜って見てますので、ちゃんと分かってます。で、この他にも、もう過去にですね、もう2004年の時点で、これ有名な方ですけれども、まあ、例えば浜サンゴであれ、これ発火すると。こっちが発火しやすさですね。発火するんだけど、例えば枝状の浜サンゴだったらばほぼ発火したものは死亡します。でも絶滅危惧種って死亡させちゃいけないんです、一個体を。だからこういうこと言ってる時点で自分がこの論文を知らないっていうことをもう言ってるようなもんですよね。案外発火しないからって意味がわからないんです、私同じ研究者として。
で、ですね、こういうことが、まあ、あるんですけど、要するに海の環境が戻らない限り、移植でサンゴ礁を復活させること、サンゴ礁生態系ですね、ごめんなさい、生態系を復活させることはできません。ですから、移植しても環境保全措置にはならないです、辺野古のサンゴも。で、こういったそのサンゴ礁の再生にとって移植がまるで万能な手段であるかのような幻想を生じさせているのは研究者と行政とマスコミです。これ本当にマスコミの方々気をつけていただきたいんですけれども、私いつも怒ります。 NHK さんもそうでした、そういうのありました。また、違う問題ですけれども、白化しないサンゴを今度移植していけばいいじゃないかというのを報道したんですね、おはよう日本で。でそれも、かなり問題あります。で白化しないサンゴっていうのは自然にできたものであって、でそれが、放っておけばまた自然にそういうサンゴがどんどん残っていくので放っておけばいいんです。で水質さえきれいにしていればサンゴっていうのは、水さえきれいで流れがあって光があればサンゴって自然に戻ってきます。私は飼育してるからよくわかります、サンゴ家でたくさんで。なんですけれども、そうやって白化だけに強いサンゴをじゃあ人為的に植えていったらどういうことが起きるかと、ね、わかりますよね。同じだけ、同じサンゴだけずっとこうやって全部移植したの、植物。そうすると終わりですそうすると大変なことになりますよね。そういうことがいろいろあります。なので、本当にこれだけ最後、はい、これです、もうこれです、これが最後です。サンゴ礁生態系復元しません、環境保全措置ともなりませんということで、今あるサンゴ礁生態系を保全する必要があるというふうに、私は、私だけでなく、これは当たり前なんですけれども、そのように思います。はい、ちょっと時間が来ましたので、はい、これで発表させていただきます。はい、ありがとうございました。続きまして、日本自然保護協会の阿部真理子さんの方からお願いいたします。自然保護協会の阿部です、よろしくお願いします。今日は、アセスの問題点ですとか、辺野古の現状などをお話ししたいと思います。でまずサンゴとサンゴ礁のことについてざっとお話ししたいんですが、サンゴっていうのは動物なんですね。イソギンチャクの仲間で、こういうポリプという小さい単位でできています。これがたくさん集まったものが皆さんが写真などで見る、サンゴ群集という形になり、それが複数集まって長い時間をかけて作り上げたのがサンゴ礁という地形です。ですので、次に、沖縄の島々の海岸の部分というのは切っても切ってもサンゴ礁なんですね。で、ただしその一番上にですね、生きているサンゴが集まっていれば私たちはそこをサンゴ群集と呼びますし、海草が集まって生きていればそこを海草藻場と呼んで、砂が溜まっていればそこは砂場というふうに呼んでいます。ですけれども、どこもその切っても下までサンゴ礁になっている、そういう島なんですね。ですので、こんな長い時間かけて、複数の生物種が作り上げてきた地形ですから、まあこれを人為的に再生するということはできないです。で、辺野古大浦湾についても、ある場所には大きな青サンゴ群集があり、ある場所には、泥が溜まっている、そういう場所もあって、サンゴを背負って歩く水晶貝という珍しい生き物がいたりするんですね。それから指枝浜サンゴ群集、海上浜サンゴ群集など異なる3種類のサンゴ群集が広がっていたり、砂場が広がっていたり、あとはシュワブの南側に海草藻場が、広がっており、これは沖縄島周辺で最大の規模を誇る海草藻場なんですけれども、でそこに、ジュゴンが餌を食べに来る、そういう環境が、セットで残っている場所なんですね。ですので、サンゴ群集、海草藻場、マングローブ、干潟、泥場、砂地が大きな一つのセットを作って微妙なバランスで現在の状態を保っているという状態で、ほんの160ヘクタールだから減らしてもいいかというのは全然成り立たないお話だというふうに思っています。それで、この海域の生物多様性の豊かさは国内外で認められています。例えばもう環境省自身重要海域の一つに選んでいる場所です。それから国際的にも、国際的な湿地を守るラムサール条約の登録湿地の国際基準を満たすということで候補にされています。それから、
沖縄県の自然環境保全指針はランク1、厳正な自然保護が必要というふうにされています。それからもう4年前のことになりますが、日本生態学会など19の学会から19個の学会が足並みを揃えて文書を出すというのは大変なことなんですけれども、今の環境アセスでは全く至っていないので、きちんと生物多様性の評価ができていないので再度の評価をお願いしますという趣旨の要望書が出されたことがありました。ですので本当にこの海域の豊かさというのは国内外のいろんな専門分野の人たちが認めているところです。で今の辺野古大浦湾の現状の方に問題点をいくつかご紹介するという形でいきたいと思いますが、残念ながら環境への影響はすでに起きているという状態です。その一つはコンクリートブロックですね。海の上から見てもわからないんですけれども、海に潜ってみますと現在300個近くの大小さまざまなサイズのコンクリートブロックがこの海域に沈められています。で一応生きているサンゴと生きている海草の上は避けて設置をしたということなんですが、じゃあ泥場や砂場なら無駄な場所だからいいかというと、それはそういうことではなく、そういう場所にはそこにそういう環境に合った生き物が住んでいるんですね。それから大きなブロックを置けば当然ながら地形が平坦になる可能性がとても高いです。大浦湾の生物多様性の豊かさは海底の地形の多様さで支えられているので、これは平坦にされては困るんですね。それから一つ一つは海域の大きさから比べれば小さいとはいえ、生き物から見ればかなり大きいブロックです。それが300個近くもあれば海流が変わる可能性もあります。それからサンゴの状態ですが、長島の沖合あたりで、これは年に1回を目標に続けてきているリーフチェックという調査の結果ですが、もともとサンゴの頻度が 60% というとても良好な海域だったんですね。それが2度の白化現象を終えてやっと2016年ぐらいまでに元の3分の2である 40% ぐらいまでは戻ってきたんですが、2016年の夏は沖縄の島々すべて、高水温等による気候変動の影響を受けてしまったので、ちょっと健康度が落ちている感じです。ですので至近距離で工事なんかを行われたらとても困る状態なんですね。それで先ほど沖縄島周辺で最大の規模の海草モバと言いましたが、そこで今まさに工事が行われているんですね。日々失われているということなんです。ジュゴンは騒音が影響しているんだと思いますが、2015年の5月を最後にこの海域には来ていないことはいないんですが、こうやって日々海草藻場を失っている状態では、ジュゴンがいつか戻ってこようと思っても戻ってくる場所がないということになってしまいます。でこのように後で飛び板さんから現状の説明があると思いますが、あと少し、あと100メートルぐらいで護岸がつながってしまって、護岸がつながってしまえば土砂の投入が可能になってしまう、そういうことになっているんですね。でこのように周囲の環境に影響を与えない方法で工事を行っているというんですが、ご覧いただけますよう白濁していますね。でこれも、新聞記事にもなっていますが、汚濁防止膜とか汚濁防止枠とか使っても防ぎきれずに周辺の環境に影響が及んでいるという状態です。でそのような中、もうほんの6月12日ですので今週に入ってからの、報道ですが、辺野古の土砂投入は8月17日からやりますというふうに沖縄防衛局が沖縄県に通知しています。ですので本当に待ったなしの状態です。ここで辺野古アセスについてちょっと振り返りますが、
全てお話ししていたら全然時間が足りないので駆け足で、まあ、問題の多い環境アセスメントで、まあ、主に情報の後出しというのが一つ最大の問題で、あと名前を明かせない覆面専門家というのもアセスの段階ではいて、どこの誰だかわからない人が事後も大丈夫ですとか言ってるんですね。それから最近の環境監視等委員会では名前は出ているんですが、議事録に発言者の名前が出ないので責任の所在が不明確なんですね。それでこういうのは科学的に問題があるということを環境団体はもう何回も何回にも及び、いくつもの視点から指摘をしてきました。それでこれがですね、呪言訴訟の絡みで出てきたものなんですけれども、アメリカ米政府がこの日本の辺野古のアセスの呪言の部分を見たらどう思うかっていうことが最近明らかになりました。アメリカの専門家から見たらこの辺野古のアセスはほとんど価値がない、そういうふうに言われる程度のものなんですね。調査の不適切さが指摘されています。それからまたちょっとアセスの問題点に戻りますが、今日のテーマですが、実績のない生物の移動や移植、自然環境の造成というものが環境保全措置として書かれているんですね。で、それから海流の、先ほども少しお話ししましたが、海流のシミュレーションに誤りがあって、コンクリートブロックも確かに海流を変える可能性がありますが、だったら日本の滑走路ができた時にはもっと海流は変わるはずなのに、環境アセスメントでは海流は変わらないというふうにされていて、それ自体がちょっと問題です。で、サンゴの移植についての問題点ですけれども、サンゴの移植技術自体が未確立であるというふうに専門家も指摘しています。これは2008年のことですが、ですので大規模な公共工事の環境保全措置としてこの方法だけに頼ることはできない。それで、日本さ表紙だけ配布資料に含めていただきましたが、日本サンゴ礁学会の保全委員会というところからも去年の6月に、沖縄県からの質問に回答するという形で文書を出しています。沖縄県からの意見紹介というのの内容は、事業者がサンゴの移植についていくつか条件を出してきているけど、これは適正かという問い合わせで、例えば水深20メートルよりも浅いところだけを移植対象としますが、それで大丈夫ですかというのが一つ。それから大きさについて、それから広がりについて制限をつけているんですね。ある程度以上のまとまりがないと移植の対象としませんとか、あとそれから工事と並行して移植を行う、これは専門家から見てあり得ることですかというのも質問でしたが、当然問題であるというふうに言ったんですが、今現在工事と並行して行われている状態ですね。で、サンゴ移植については大規模な白化現象が生じたことも考慮する必要があるのではないかというのが沖縄県の方の問題意識で、白化現象から回復してから移植すべきではないかというふうに県も問題視をしています。で、当然その環境保全という面からすれば、水深が深いところにいるものは移植の対象にしないとか、小さいものは移植の対象にしない、そういうのはおかしな線引きであるんですね。水深21から29メートルぐらいのところに子持ち花笠サンゴという群衆が生きていることも分かっています。これは学術的に非常に面白いサンゴで、サンゴにしては珍しく岩に固着せずに泥の上で生活しているんですね。それで早く分裂するということで泥場での生活を可能にしている。で、この論文にもなっているんですが、この人たちがもっと研究をしたいと思っても今臨時制限区域になっているのでここには入れないという状態です。で、これについては自然保護協会の方から米軍にこの子持花笠サンゴを調査したいので臨時制限区域の中に入れてくださいという要望を出してはみたんですが、
今現在日本政府が管理していますということで断られたということもありました。それから後でトビッタさんからもお話があると思いますが、長さ1メートル以上のものを移植対象とするというふうに言っているんですけれども、あの専門家が航空写真を見たところ、どうも移植対象というそれも漏れがあるというふうに私たちは見ています。後で質問の中に出てきますが、2分隊ほど先方の見落としがあるのではないかと思います。ですので非常にずさんなんですね。それからまあサンゴの保護措置に関してろくな検証がされていない状態です。今回は環境保全図書に汚濁防止膜は環境周囲への影響が大きいので使わないですというふうに書いてあるんですが、では何を行っているかというと汚濁防止枠というものを使っているんですね。これはでそれを過去に使ったことがあるのかと聞いても使ったことはないそうなんです。使ったことはないんですが、まあ、強いて言えばダムで使ったことがあるというふうにされているんですね。ダムで使ったことがあるから海でも応用できるだろうというふうに判断がされている。ダムと海は全然違うので普通は応用はできないと思います。それから念のため、40にして使うということも言われています。これも先ほどの環境監視等委員会の判断です。から定性生物、要は甲殻類、海藻類、貝類などですが、これらはについてはもうすでに移植移動が行われているんですね、環境保全措置の一環として。でそれでオカヤドカゲなど一部の生き物については移動先でどう生き物たちがどうしているかというのをトラックしてはいるようですが、貝類とか甲殻類とか全部は追跡しているはずがないと思っています。ですので移動先に、それから移動先にもともとある生態系への影響というのはサンゴの移植についてもそうですが、まるで考慮されていない、もしかしたらご迷惑かもしれないんですが、それも考慮されていない。それから移動させた生き物についても大半はおそらく追跡はしていない、そういう問題点があります。それからサンゴのみならず海草についても問題があって、海草は今生えていない場所には生えていない理由があるんですね。例えばその事業者の調査によると緯度が低い場所とされているところがあるんですが、この2つについては赤土の汚染がひどい場所であるから海草が生えていないんです。それが分かって、そういうことが全然考えられていないというふうに思います。原因を取り除かないまま数が少ないからといってそこに海草を移植しても生えないというふうに思います。それから海草の移植については実績というものがないんですね。環境アセスの際に紹介されてた2008年の水産試験センターの報告書、こうやったら移植できますよという紹介をされている、まあ、報告書にもなっていないようなそういう事例って報告例ではないんですね。ですので、で合わせ干潟では移植する海草すべて死んでしまったということもありました。ですので海草というのは非常に移植造成するのは難しいものであるというふうに思っています。それから先方の資料を見るとですね、まあ、今現在7種類の海草が生えているんですが、そのうちの飼育しやすい琉球巣鴨のみを造成の対象にしているんですね。これも7種類が混成して生えているから意味があるので、1種類だけに均一にしてしまった場合にどういう影響があるかというのはまるで考慮していない、そういう状態です。そして、最大の問題ですが、海草を呪文のために造成するというのが本当に有効かというところで多分つながらないと思うんですね。呪文の今回の海草の移植はこういうポットの上に移植をするというんですけれども、こうした場合に呪文が食べられるとはちょっと思えないんですね。呪文は海草を地下に生えている根っこごと食べるんです。だとしたらこんな風にされていたら食べられないですね。ですので、でこういう風にですね、呪文がどういう海草を好むのかということも実は分かっていないんですね。
経験的に下が砂であると食べるらしい、それから礫だと食べにくいらしいということは分かっているんですが、これらのことも詳細に調べられているわけではないので、単に海草の面積だけ広げればいいという環境保全措置は意味をなさないというふうに思っています。それから最近報道されたことですが、貴重なサンゴ、レッドリストに載っている沖縄浜サンゴの移植の許可が県から下りなかった、ではどうするかということなんですが、びっくりしてしまうのは、科学的な根拠がない方法をここで提示しているんですね。遮光ネットで、サンゴが暑そうだから遮光ネットで太陽の光を防ぐ、それから水流が来ると水流が来ないように遮蔽シートを3枚並べるんだそうです。それでそれだと水が止まっちゃうからポンプをも使うと、そういう案で、これは論文や報告書等の前例がないし予備実験もしていないので全く科学的根拠がないんですね。普通の人ならばどこかで前例を作ってからフィールドで応用します。フィールドってのは何が起こるかわからないので、台風も来ますし高波も来ますし、そんなところでいきなり本番をやる人というのはいないですし、そういうものを認める専門家というものもありえないと思います。そして何か起こった時はモニタリングによる順応的管理を行うと言っているんですが、これまでの経緯を見ても何か起こった時に海に毎日潜っているコンサルの調査員から直接環境監視等委員の専門家に連絡が行くということはどうもできないらしいんですね。何週間も経ってから連絡が行くので全然対応ができない。これはレッドリストのサンゴで試すべきではないというふうに思っています。そのような中でもう環境監視等委員会の専門家が何を考えているのかよくわからないんですけれども、事業者側の資料の一つとして、環境監視等委員会の一部の専門家によりジュゴンをどこかから持ってきたらいいよというジュゴンの移入というものも提案されているようです。これはどういうつもりで資料に含めているのかは今後の質問で聞いていきたいということにしたいと思います。その工事と同時並行で移植を行うということは環境アセスメントにも書かれていなかったので違反であるというふうに思いますし、第一、サンゴ移植計画の全体像が明らかになっていない、その中でこれ移植していいですか、あれ移植していいですかというふうに小出しに出てくるということ、申請が出てくるということ自体がおかしいと考えています。すぐに基地建設を止めるべきであるというふうに思っており、アセスのやり直しが必要です。今回のお話で一番大きいのは、辺野古の環境アセスが意味がないというふうにアメリカから言われてしまったことで、これは沖縄タイムズにしか今のところ掲載がないんですが、日本全国で大きな話題にしていくべきだというふうに思っています。辺野古以外のアセス症を見たって似たようなものなんですね。ということは辺野古のみならず他の場所のアセスも怪しいということだというふうに思っています。それから環境監視等委員会ですが、3名が年度末で抜けたんですね。でその3名とは全然全く専門分野が違う人たちが補填されているんですが、それは一体どういうことなのか、じゃあ3名は一体何の役割をしていたのか、そういうことも明らかではないので、これは留意事項違反ではというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。本当にね、アセスもひどいし、そのアセスですら守らないし、そして埋め立て承認の留意事項も守ってませんよね。本当にとんでもない状況が起こっていると思います。この後ですね、伊波洋一議員に5分間ほど、環境保全措置のお話をいただきまして、議員のご挨拶をいただき、そして、現地から飛板さんいらしていますので、ご報告いただきまして、その後、今日の、交渉の方のポイントについて、坂上さんからという流れでいきたいと思います。それでは伊波洋一さんお願いいたします。
こんにちは、今日はサンゴが主なようですけども、ちょっとやはり皆さん知ってほしいことがあって特別で参加をしました。皆さんお手元に資料を作っております。私は参議院議員でありまして、学校講演会におります。今辺野古の埋め立て問題を、毎週防衛省あるいはその中心にですね、相手に話をしております。今何が問題かというと、3の方、後ろの方の3を見ると、琉球新報が報じてましたけれども、先ほども安倍さんからありましたが、8月17日に土砂を投入するということを言ってますね。で、その横の写真ですけれども、これは今護岸が作られている辺野古地先の海です。とても綺麗な海ですね。で、そこに広がっているのは何かというと海草藻場です。辺野古最大の周辺最大のですね、海草藻場です。辺野古埋め立てで78ヘクタールの藻場が失われます。で、この藻場については1ページ目を見ますと分かりますが、実は、この年間生育量が乾燥重量で、ここはですね、この8割を示しています。 75.9トン、全体で95トンぐらいですけども、火曜を含めてですね、まさに海草の全てはそこにあるんですね。そのような海草が、今そのこの写真にあります、まだ綺麗ですけども、何の措置も講じないでこれを埋めようとするのが今の、政府の取り組みです。ところが環境保全措置には何て書いてあるかということがですね、開けてみると分かりますけども、下の方に環境保全図書の記載というのがあります。工事中あるいは、施設等の存在及び評用という欄にですね、移植ということがきちんと書かれております。そして藻場を保全するということがきちんと書かれています。ところが、この藻場の保全はですね、しないつもりなんですね。いつやるのかといったら、飛行場施設が完成した後だと言ってるんですね。こんなことは普通は考えられませんよね。で、実際この写真がありますように、藻場はどこにあるかというと、この施設の中に埋め立てられる場所に全部あります、ほとんどがですね。ところがアセスではですね、環境保全図書では何と書いてあったかというと、大体施設の位置は海草類の生育する藻場の消失を少なくできるよう計画すると、計画してあると、こういうふうに書いてあるんです。全く事実とは違うんですね。事実と違っていて、なおかつ工事の間で、移植すると書きながら、移植はしないと。じゃあその隣のページを見てほしいんですけども、沖縄県はですね、この間、この事前協議を求めてきました。しかしながらですね、防衛は何と答えてきたかというと、まず工事については必要に応じて専門家の指導助言を得るなどして適切に対応する、つまり移植のことについて問われたことに、しかし、その代替施設の存在に伴い消失する海草藻場の話、この時の解釈ですけども、私たちからするとまず埋めることそのもので海草が消失する、あと一つは施設ができることによって波が変わったりして周辺の海草藻場が消失する可能性がある。で、その時も含めて、その2つのタイプで、移植を行うと書いてあるというふうに理解してるんですけども、違うんですね。学校委員会でずっと質問すると、必ず施設の存在に伴うというふうに書いてるから、これは飛行場の完成の後だと、これおかしいですよね。そこで、この県はですね、昨年2月22日の文書で、実は事前協議にほとんど応じてませんので、ずっとその拒否しながら埋め立てをするというふうにやってますけども、こうしたんですね。平成29年2月22日付の文書で、その質問に対して答えたのが先ほどの答えなんですけども、それは、しかしそういうような事前協議なしでの埋め立て工事は認められないとしてですね、埋め立て工事への着手は留意事項違反になるとして、事前協議が整うまでは埋め立てに関する工事を停止してくださいと通知をしました。そしてその中でですね、可否を指摘したんですね。基局はもうこれは防衛局の判ですけど、藻場の造成は当該工事の実施に先立ち講ずる措置ではないとするが、埋め立てによって海草の藻場が消失するのであるから、工事の実施前に行わなければ移植する海藻類がなくなり、移植することができないことになる。また環境保全図書では
海藻類の移植や生育基盤の環境改善による生育範囲の拡大は工事の実施による評価結果にも記載されている。それにもかかわらずどのような海草藻場に関する環境保全措置を取るのか具体的に示していない。これが今そのまま続いているんですね。で私たちはですね、私はですね、今回今委員会やってますけども、最終的に埋め立ての時にこの藻場は何の対象もしないということは絵をでもう出していると思っております。まあ、それに対してやはり多くの関係団体環境団体は抗議のメールをですね、このあるいは手紙をですね、この4の方に書いてありますけれども、ぜひやっていただきたい、その呼びかけでもありましたので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして沖縄の風代表参議院議員の糸数恵子さんが見えておりますので、一言ご挨拶いただけますでしょうか。こんにちは。ご紹介いただきました参議院議員沖縄の風糸数恵子です。矢作陽一議員と一緒に、この院内会派を組んで、頑張っております。まあ、話は先ほど矢さんからありましたので重なることはいたしませんが、ただ先週の、今週の月曜日、この件に関しまして、県の皆さんと副知事をはじめ各部局長と、お話をいたしました。とにかく時間がないので、本当に、こういう状況で埋め立てられないようにちゃんと対応してくれということをお伝えいたしましたら、先ほどの話になって県の方もやってるよということは言っております。ただ本当に待ったが効かない状況まで追い詰められていますので、昨日から県議会も始まっています。本当に皆さんと思いは県の方も一緒だと思っておりますが、知事として、進まないという、知事の撤回のことも含めてですね、一緒に頑張ってまいりたいと思います。今日は大変素晴らしい報告をいただきまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。社民党副党首の福島みそ子さんが見えておりますのでお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。社民党参議院議員福島みそ子です。自然保護協会の方の話と伊波さんの話で、藻場の話と珊瑚礁の移植が非常に困難であることや、でもアセスがデタラメで、そしてそのアセスも守らなくて、11項も守らなくてっていうと、こうなんかこう何段階にわたってこうひどいということも本当に改めてよく分かりました。で、待ったなしで珊瑚礁も藻場も守るために、辺野古の新基地建設反対なんですが、国会の中でやれる限りのこと、国会の内外でですが一緒に力を合わせてとにかく止めていきたいというふうに思います。奪われた自然は絶対に戻らないので、世界有数群の珊瑚礁を一緒に、そしてジュゴンの住むところを守っていきましょう。私も皆さんと力を合わせ、沖縄の風、他の党と力を合わせ頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、日本共産党の衆議院議員赤嶺政賢さん、そして、日本共産党、参議院議員の山下議員、そしての秘書の方も見えています。ありがとうございます。続きまして、沖縄現地からの報告ということで飛板さんお願いいたします。さて、土砂投入とか言っちゃいましたが、8月16日の間違いで17日、早ければ8月17日ということでしたね。の間違いでした。すいません。辺野古で、普段は仕事が休みの時に、カヌーを漕いで、抗議活動をしている、飛板と言います。すいません、弾圧対策で私たちカヌーネームをつけて本名では言わないようにしているので、この場でもその名前を使いたいと思います。私たちはカヌーに乗って、日々、作業現場に向かっていきますね。この上も下が海草があるところです。で、これは、工事、2017年の4月25日に京急5番の護岸工事が着工されて、ちょうど1年目にあたる、今年の4月25日に会場を座り込みといって、カヌーが大体、80、90ぐらい集まって、船と一緒に抗議した時の写真ですね。で、私たちは現場に少しでも近づいて作業員の人に工事をやめてくださいというふうに日々訴えてます。
先日も熱中症じゃないかと言われているんですが、作業員の方が心肺停止で、救急搬送されるということもあって、もうかなり急ピッチで、お茶の時間も取らないで休憩していることもあるので、私たちも心配して、お茶の時間ですよとか伝えるようにしてますね。で、まあ、ちょっと関係ないんですけど、もうすぐ本当に目の前に米軍の水陸両用車が通って、カヌーが通っても全然関係なく、行き来して訓練してますね。で、奥に見えるのが K1 から伸びる、K1、K2、K3 とつながる護岸です。で、まあ、こんな感じで、もう本当に目の前で、これも結構海底の砂とかも巻き上げちゃう感じでやってますね。で、私たちがカヌーで日々海に出るんですけど、海を守りたくて出ている私たちをなぜか海上保安庁の人、海上保安官の人たちが、拘束しますね。で、時にすごいもう選手が浮いちゃうぐらい猛スピードで追っかけてきます。で、今行われている護岸工事なんですけど、もうすでにさまざまな影響が出てますね。これ見えているのが被覆ブロックですね。で、まあ、海の中覗いてみたんですけど、まあ、砕石を投入した後に表面を被覆ブロックというコンクリートを枠に流し込んで作ったコンクリートの被覆ブロックで覆ってるんですけど、まあ、下が海底で、汚濁防止膜、防止枠、海底についてないところがありました。で、まあ、先ほども出たんですけども、この、画面の右側からどんどん護岸を伸ばしていくんですけど、で、それに伴ってその汚濁防止膜、防止枠をどんどん、投入する先に左側の方に移していくんですけど、もともとあった右側のところに、なんかこうラインがついてるんですけど、これはどうやら下にある海藻を削っているんじゃないか、海草を削っているんじゃないかと思われますね。で、まあ、これも海の中ちょっと分かりづらいんですけども、右側に1本こうまっすぐ伸びるラインがあって、まあ、ジュゴンも最近来てないので、こう人工的なこの直線にあるのは、まあ、アンカーなのか汚濁防止膜なのか分かりませんが、このように、海藻が生えてないところが直線的にありました。で、まあ、このちぎれたのがどこに行くかというと、まあ、カヌーが行かないように、オイルフェンスって呼んでるんですけど、この左側に見えるオレンジの浮いてる、フロートですね、海流の関係でこのようにちぎれたものが溜まってますね。で、これもまた海の中なんですけど、海保のゴムボートが結構なスピードで行き来するので、その時に、溜まっていた、海草が巻き上げられているところですね。で、まあ、ちょっとこれが K3 の護岸のあたりなんですけど、ちょっと見づらいんですけど、この下のところに、海草が茂ってますね。で、こう被覆ブロックでずっと覆ってあるんですが、中を覗くともすでに海草の上に被覆ブロックがドンと置かれてました。で、まあ、あとその海草を物理的にちぎっているという問題もあるんですけど、この、投入している砕石を入れるとすごい白い白濁しちゃうんですね。青い海がなんでなのかなと思ってるんですが、防衛省、私たちの仲間というか、もう大先輩の北上田さんという方が、このことについて以前防衛局に聞いたところ、まあ、トラック1台につき150秒間洗浄してるっていうんですが、もうすでに、海中に入れる前にもう白い砂ぼこりが上がってますね。沖縄ちょっと今ですね、水不足でダム貯水率も 44.3% ということで、今後大量の土砂をどのように洗浄するのかもちょっといつか聞きたいなとは思ってますね。で、もうすでにですね、まだ、埋め立てはされてないんですけども、先ほど安倍真理子先生からも指摘があったように、もうすでに影響出てますね。これサンゴなんですけど、なぜか真っ二つになっていますね。で、まあ、なんで真っ二つなのかなと思ったら、まあ、鉄板化といって、正方形の鉄板を、
例えば、5枚10枚とそれぞれ必要な重さに合わせて、重ねているものを V、アンカーとして沈めてるんですけど、そのすぐ近くにこのようにサンゴが転がってましたね。でこれはもう完璧にアンカーの下敷きになってます。でやっぱり辺野古はすごい、辺野古ウラマンってサンゴとか海藻がすごい豊富なので、先ほど阿部先生からも指摘があったんですけど、何もないところにアンカーを置くっていうのは私ちょっと難しいと思うんですね。それぐらいもう本当に生物がたくさんいるんですけど、だからもうこのようにもう下にサンゴがあろうがなかろうが関係なく、どんどんコンクリートブロック、こちらの鉄板アンカー落とされてますね、はい、であですね、このようにもう鎖で傷つけられてしまったりとかすでにあります。で、本題なんですけど、これは辺野古崎付近にある大型サンゴなんですけど、なぜか防衛局の人はないものとしてもうすでに始めようとしていて、ちょうど N3 護岸、N5、N4 護岸の間にあたる位置ですね。でこれは浜サンゴというもので、大体 大きさがちょっと見ていただけると分かるかと思うんですけど、1メートル30か40ぐらいありました。でこれは、カヌーを上で漕いでる時にメンバーが見つけて、なんか下に大きいサンゴあるねということで、測ってみました。でまあその他にもこのように本当にたくさんの種類のサンゴがここに住んでますね。まあルリスズメダイが住みかとしていたり、キリンの実というお魚がいたりしますね。いろんな、種類のサンゴがいます。 ですごくこの海中調査の人はほぼ連日いろんなところを調査しているんですが、結構大きな、トガリシコロサンゴというサンゴを発見したんですけど、防衛局の人が知らないっていう理由がちょっとよくわからないんですけど、これが、反対がちょっとこれが、こっち方向から見たサンゴで、で反対側から見るとこのような感じですごく大きいんですね。で、ちょっと動画をまた、でもうルリスズメダイがこのサンゴの周りにいて、結構大きいなって思って、まあ、1メートルはちょっと私が見たらどう見てもあるのかなと思うんですけど、防衛局の人から見たら1メートルがなかったということなのかもしれません。で、まあ、これも同じなんですけど、上も泳いでみました。で、まあ、中にシャコガイがあったりとか、まあ、生きてるサンゴじゃないかなって、私は専門家じゃないんですけど、このサンゴ生きてるから周りに魚とかも来ているのかなと思いました。で、まあ、この場所がですね、ちょっと分かりづらいかと思うんですけど、辺野古崎の、ちょうど先ほど言ったように N3、N4 のあたりにあります。だから、まあ、この場所は本来だったら移植の対象となる場所なんですけども、まあ、今日、この後で追及していきたいと思います。で残念ながらですね、この N3 の先端部にいた、イソギンチャクとクマノミ、航空写真を見るともしかしたらもう、護岸の下になってしまったかもしれません。でこれがですね、ヒメサンゴがあるんじゃないかと私たちカヌーメンバー、海上行動メンバーが噂している場所ですね。なんかこのお城のような変な建物が突如現れて、あれは何だろうと経過を追ってたんですけど、どうやらヒメサンゴなんじゃないかと言われてます。まあ、定かではないんですけど、 でもこのちょっと青いお城みたいなものも今はちょっと撤去されてますね。台風対策なのか分かんないんですけど、またここら辺も経過を追ってどのような対策がされるか見ていきたいと思います。以上です。いや本当にこうずっと1時間ぐらい聞いていたいんですが、時間が短くて申し訳ないです。この、今お話になったシコロサンゴ、失礼しました、についてはこの後、交渉の中でも聞いていきたいと思います。それでは交渉のポイントについて、チュラウニにもヤンバルにも来てはいらない市民の会の坂上さんからお願いします。はい、皆さんこんにちは。
それではですね、院内集会も、最後の発言になりますので、今後というか3時10分から、予定してます、防衛省交渉のポイントについて、簡単にご説明したいと思います。お手元に事前質問というのがあると思います。でこれが、6月4日付で防衛省にすでに提出したものです。で、今状況は、先ほど伊波先生からも話がありましたけども、8月中旬にも土砂を投入しようというような動きになっていてですね、これは環境監視等委員会で出された、工場の状況を説明する、資料なんですね。で、いわゆるこの大浦湾の側はですね、皆さんも承知のように軟弱地盤が見つかってまして、これについて今日質問の第一項目に挙げています。ただ今日はここで時間を取らすんですね。要はここはある意味工事は止まってるんです、その軟弱地盤のせいでですね。でその研究護岸っていうのが、土砂を搬入する船から搬入する船着き場として作っただけで、工事は事実上止まってる状態で、そういう意味では工事を急ぐ理由は何もないんですね、防衛局の側にね。でにもかかわらずこの辺野古側の浅瀬で、工事を強行しているということが問題だし、でそこに取り残されているサンゴの運命というのが今大きな焦点になっているということです。それで、いわゆるレッドリストサンゴですね、絶滅危惧種のサンゴが、この護岸の中にまず、沖縄浜サンゴ、多分この辺だろうと言われてるんですけども、あります。それからもう一つ姫サンゴというのは、これは護岸の外側ですけども、多分この辺に、いるだろうと、いうふうに言われてますですね。で沖縄浜サンゴですね、これは環境監視等委員会の資料に載ってた、ものです。それで5月28日にその環境等監視委員会が開かれてまして、でそこで結構驚くべき方針が、出たわけですね。 で彼らは何と言ってたかというと、移植のために、沖縄県に対してその特別再保許可というのを申請していたけども、食害が確認されたことに伴う、延長期間の、申請、一旦許可になったけどもその後不許可にされたと。で、で改めて申請を行ったら、まだ、許可を得られていないと。で今後も引き続き、その保全を図ることを目指すとしているところがあるけども、そのすでに護岸が形成されており、夏の高温期には当該護岸の存在により 0.1°C の水温上昇が予見されると。でこのため当局としては、今夏の高温水域までに特別再保許可が得られない場合に備えて、本年6月以降当該サンゴの生息区域を維持するための対策を講じる考えだと。でここで2つのことを言ってて、1つは、夏の高水温期までにね、何か対策をしなきゃいけないと、その護岸を工事を進めたせいで、水温が 0.1 度上がっちゃうと、何か対策をしなきゃいけないんだって急に言い出したというのが一つと、それからそれまでに許可は得られれば、得られない場合に備えて対策すると書いてありますので、逆に言うと許可が得られれば移植をしますってことなんですね。でそれは先ほどから話があるように、もともと防衛省防衛局も産卵期や高水温期はできるだけ避けると言ったことは、これは一つ前の環境等監視委員会の資料なんですけども、一応そう言ってたわけです。で、これが本当は産卵期でなくて繁殖期だっていうのは、先ほど大久保先生からお話があったところなんですけども、それでもね、一応5月から10月までは避けるというふうに、4月までは言ってたわけですけども、5月28日になって急に、方針を、変えたというのが一つ問題です。で、産卵期でも移植強行というのは記事にもなって、専門家からも大きな批判が出たということです。で後になってその5月28日の議事録が開示されてですね、でこの時に八田先生か、もう一方茅根先生がどちらかということだと思うんですけども、先ほど話があったように高温水域をできるだけ避けるということだったけども、案外ですね、案外夏場でも移植可能ではないかと思います、ね、
まあ、非常に何て言うかな、あの曖昧な言い方で、まあ、やっぱり問題になるのはもともとこの、この時期を避けるっていうのは、沖縄県が持ってる産後マニュアルに、依拠して、いたし、そのまた元になる、論文が大久保先生の論文だということですから、それをひっくり返すわけですから、よほど、ね、新しい知見、まあ、論文なりあるいはそういう実証事例とかねいうのがないとひっくり返せないはずなんですけども、こんな非常に曖昧な表現で委員が言って、でそれを受けてもう、防衛局は、OK を得ましたみたいな立ち振る舞いをしているということですので、この点については何が根拠なのかというのは一つ今日、問いただしていきたいというのが一つです。それからもう一つはその先ほど安倍さんからも話があったこの対策ですね。で実は 0.1 度温度が上がります、で毎秒1センチ流量が、下がります、大変だ、なんか対策しなきゃいけないんだと、で、こんな対策を考えますと、で、まあ、まるで沖縄県が許可を出さないのが悪いかのごとくですね、なんか突然こんな対策しなきゃいけないみたいなのを出してきてるんですけども、ところがこれ一つ前の4月9日の環境等監視委員会ですね、実はこの時にすでに 0.1 度、温度が上がります、で流量が下がりますっていう報告はしてるんです。でこの時に防衛局は何て言ったかというと、若干の流量低下域や水温上昇域が生じると思われますが、当該サンゴのモニタリングを行い工事を進めていくこととします、だから、まあ工事続行しますっていう宣言をしてたわけですね。でこの当時実は戻るとですね、これ今防衛局の予定ではですね、これ軽温後は、まあ、先ほど残り 100m だって話をしましたけども、残り 50m まで工事をしますって宣言してます。で残り 50m の段階で、その囲ったせいで 0.1 度温度が上がるって言い出してるんですけども、さっき言った4月9日の段階ではまだ囲われてなかったわけですね。で多分この近くにその問題のサンゴがいると思うんですけども、なんでじゃあこの時に止めなかったのか、でもし本当に 0.1 度温度が上がって流量が下がることが問題だと、対策が必要だと本当に感じているのであれば、この時に止めるべきだっただろうということをですね、だからそれはなんか沖縄県が許可を出さないのが悪いんではなくて防衛局自身の問題だろうと、対応の問題だろうというのはきちんと進めていきたいと思いまして、私たちとしては何かなんていうかな、どうなるかわからないような対策ではなくて、まずはやっぱり、それが本当に問題だと感じているのであれば、この囲ってない状態ですね、現状復帰をすべきではないかと言ったことをですね言っていきたいなというふうに思います。それからもう一つの姫サンゴの方ですね。でこれはまあ先ほどから話があるように、そもそもこの40の汚濁防止枠ですね、で環境保全図書には汚濁防止枠はその藻場を傷つける可能性があるためという理由で、使わないと、辺野古側では使わないというふうに書いてあったものをですね、いや汚濁防止枠だから大丈夫なんだと言い方をしてるんですけども、まあ、それについては結果的にやっぱり藻場を傷つけているわけですから同じだろうということですし、あるいは違うものだというふうに認めたとしてもですね、環境保全図書に違うとは違うことをやると、新たなことをやるんであれば留意事項に即して県との協議が必要だろうと、県の承認が必要だろうということは問題になってくるというふうに思います。これもね、議事録を見ると非常にいい加減で、防衛局はね、まあ確かニュースになったので、やっぱり気にしていて、ただね、何も資料もなく、資料がないと書いたんですよ、資料はないのですが、先日護岸工事で使用して汚濁防止枠が海岸に接触し藻場を、損傷する可能性について報道がありましたと。でこれについて海底を確認したら、切れてる場所が確認されていたと。ただ地下茎は残っていることは確認できました。地下茎は残ってます。何も資料なしですよ。何も資料なしに説明をして、でこれを聞いたその場の委員が、ああよかったですねって反応してるんですよ。
でこれがとてもなんていうか科学者というか専門家の対応ではないなというふうに思いますので、だからこんな状態でことを進めているっていうのが非常に問題だということを、まあ、それはきちんと言っていきたいというふうに思います。それから、あと飛板さんも、ご指摘のあったその移植の対象の産後に漏れがあるんじゃないかと、という問題についても質問をしてます。それからあと安倍さんの指摘のあったですね、非常に珍しい 泥の場で生活するサンゴがですね、20メートルも深いところにあるんですけども、今のところ防衛局は20メートルの浅いサンゴしか保全の対象にしてませんので、そのことについてもきちんと取り出していきたいと思います。で最後に県の、埋め立て処理に関わるところですね。でこれに対してはついては、留意事項っていうのはですね、これ中山知事の時代ですけども、一応許可に際して留意事項っていうのはつけたんですね。で例えば環境保全図書をもし変更するんであれば協議をしてください、あるいは承認を得てくださいというような、ことがあってですね、でこれに対して、数々の留意事項これに違反してるっていうのを今日お配りした資料の中にもあるんですけども、今尾長知事の名前で、防衛局に対してこう突きつけているということがあります。でこれについてはね、例えば工事の順番を変更したと、ね、工事の順番を変更した、ね、でそれについてはで県の側はこれもし変更するんであれば設計の概要図書の変更に当たるのでちゃんと協議をしなさい、承認を得なさいと、でそれに違反してますよと言うんですけども、防衛局の側はいやそれは添付書類を変えただけですと、本部はいじってないから留意事項違反になりませんっていうふうにですね、でこれ解釈してるわけです。でそもそもね、留意事項っていうのは県がつけたわけですよね。で防衛局はそれを、に従って、なんていうかそれに許可するように頑張って申請をする側なんです。でそれに対して留意事項の解釈をね、防衛局が沖縄県の解釈がおかしいですよって言ってるわけですね。これもやっぱりちょっと関係がおかしくないですかと、留意事項違反だって県が言えばね、それは違反なんですよ。そうですよね。だからそれに対して、なんていうかな、その審査を受けて許可を受ける側の防衛局が、その留意事項の解釈にこういろいろケチをつけるというか文句をつけるというような形になってますので、それについても、これは埋め立て承認の撤回につながる非常に重要な動きになっていると思いますので、それについてもちょっといくつか確認していきたいというふうに思います。あとその最後にその産後以外の、ところでいくつか、質問事項ありますので、ちょっとだいぶ質問事項が多くなってますけども、メリハリをつけながら確認すべきことをきちんと確認していきたいと思いますので、皆さんご協力の方よろしくお願いいたします。以上です。だから今日は大久保先生のお話で移植なんか環境 保全にはならないっていうことがよく分かったわけなんですが、そのなんていうか、まあだから移植が保全にならないんですが、しかしアリバイ作りとして約束した移植ですが工事の実施前にはやらず、しかも今この移植しないまま締め切ろうとしているというとてもひどい状況が生じていると思います。これについて後半の防衛消防省でしっかりと正していきましょう。